ザスタンドはスティーブン・キングが1978年に発表したホラー小説である。1990年には書館の際に削除された部分を追加した完全版が刊行された。翻訳はこの完全版によるカリフォルニア州にある軍の細菌兵器研究所から実験中のウイルスが流出する。パニックの中、ゲート封鎖の命令を無視して逃げ出した門番の 男によってウイルスは外の世界に漏れ出してしまう。事態を重く見た軍は門番が最後にたどり着いた街に戒厳令を敷き被害を食い止めようとする。しかし感染率99%という驚異的な致死率のウイルスはそれを嘲笑うかのごとく全米に蔓延していく。一週間足らずでアメリカは死滅した。全米に散在する生存者は 夢の中に出てきた黒人の老女マザー・アバゲールの元を目指す。希望があると信じて。マザー・アバゲールのもとに合流した生存者たちは、コロラド州ボールダーに共同体、フリーゾーンを築き、束の間の平和を享受する。一方闇の男ランドル・フラッグは、悪の勢力を率いて、ネバダ州ラスベガスに集結していた。彼らの勢力はやがて、フリーゾーンの平和を脅かしていく。 やがて、フリーゾーンは、全として、悪の勢力との最終決戦に臨む。日本では、深町マリコによって翻訳され、文芸春秋より出版されている。1994年5月8日から5月12日まで、全4回に分けて、ABC テレビで、ミニシリーズとして放映された。日本では1996年5月10日から5月31日まで、NHK 衛星、 第2テレビジョンで放映され、当時の日本語吹き替え音声が DVD に収録されている。スティーブン・キング自らが脚本、制作葬式も務めている。日本でのテレビ放映及びソフトタイトルはスティーブン・キングの雑誌スタンド。括弧内は日本語吹き替え2013年劇場用映画としてのリメイクが計画されていた。監督には当初ベン・アフレックが 候補に上がったが、マン・オブ・スティールの続編でのバットマン役が決まり、降板。次に、クレイジー・ハートのスコット・クーパーに決まったが、彼も降板。ポール・グリーングラスが最有力候補になっていた。しかしその後、TV ドラマとして、作品内容に通じる、新型コロナウイルス感染症の世界的流行が問題になった2020年、CBS オール・アクセスがリメイク版を制作した。 主要キャストは、ジェームズ・マースデン、アンバー・ハード、ジョバン・アデポ、ウーピー・ゴールドバーグ、アレクサンダー・スカル・スガルドなど。原作者のキング自身も一話脚色を手掛ける。全9話の予定で、初回配信は2020年12月17日。なお、結末は、原作、1994年版いずれとも異なる。スティーブン・キングのザ・スタンドに関するカテゴリー。 ありがとうございます。